まあ、CS で一言で言うとクレイジーな人が集まって妄想を現実化する場所。ソニー CSL のミッションというのは、まあ、単純明快で人類の未来のための研究を行うということ、まあ、これの一言に尽きると思います。いろいろな研究をやるわけですけど、それが世のため人のためになっているかと、これが唯一の、まあ、価値観になります。ソニー CSL は東京で、スタートしたんですが、まあ、コンピューターサイエンスの、まあ、非常にその技術的な研究をしてたわけですね。それから研究領域がもうちょっと人間が関わるような部分に入ってきたり、まあ、最終的に音楽であるとか、あの言語であるとか、そういう文化的な部分とコンピューターサイエンスが融合する研究をやりたいということで、まあ、パリがその中で一番適してるんじゃないかなということで、まあ、実際にパリに研究所をスタートしたわけです。そして2つの大きな研究領域の研究をしているわけです。一つは、まあ、いわゆるグローバルアジェンダという問題で、地球環境の問題であるとか地球規模の大きな問題に対してどうアプローチするかという考えています。共生農法をやっている船橋っていうのがいるんですけど、彼はもともと獣医だったんですね。でそれからカオスの理論の研究に入って、カオスの理論でドクターを取って、それで CSL で農業をやりたいってきたんですよ。で農業って普通は一つの作物しか植えないじゃないですか。でそうではなくって複数の作物で、しかもなんか2つとか3つじゃなくって、なんか20個とか30個とか、ブルキナファソでやってるプロジェクトって120種類とか植えて、それを制御する技術っていうのを一生懸命作ってるわけです。膨大なデータベースと計算の方法を編み出して、それ実際に、まあ、ブルキナファソもそうですし、日本でもやってるし、あと台湾とかでも、まあ、そういうことをやってるわけです。ちょっと普通ではありえないようなことを考えて、実際にそれができるところまで、まあ、持ってきちゃって。食べ物がなければみんな困るとか、生物多様性がなくなってしまえば、いろんなあの生態系サービスが得られなくなって、非常に困窮した社会になるっていうのはもう分かっていますから、ネガティブなものを減らす、そういう技術を作っていきたい、そういう思いはありますね。逆のアプローチがピーター・ハナペさんですね。ロボットを作って、これで雑草を取ったり作物の生育状態を全部モニタリングするってことをやろうとしています。でその設計図を世界中にばらまいて、ソフトウェアを彼がどんどん開発すると、それをダウンロードしてくれることで、どんどんそのレベルが上がっていって、その世界中の情報を彼が分析して、それを還元することで、世界規模で新しい、まあ、都市とその近郊の農業を変えていこうというプロジェクトを、まあ、やってるわけです。 Make some contribution to sustainable farming. I think this will have like a big impact. Food is one of the basic needs of our society today. So if I can contribute to those both points, then I think I will be very happy. これが実現したらすごく世の中が変わってくるし、地球環境とか我々の食というものが変わってくるんじゃないかなと思って、すごく期待しているプロジェクトです。人間の能力、例えばクリエイティビティであるとか、パーセプションですね、あの感覚能力であるとか身体能力とか、これを拡張することに技術がどう使えるかっていう研究なんですね。木本さんがそのインターネットオブアビリティという IOA というコンセプト、ヒューマンオーグメンテーションというコンセプトを、まあ、提唱しているわけですが、人間の能力というのが、まあ、センサーであるとか AI であるとか、いろんなそのコンピューターサイエンスの技術を使ってもう拡張して、それがネットワークでつながるみたいなことを、まあ、言ってるわけです。テクノロジーは多分社会の成り立ちのルールを変えられると思うんですね、まあ、自分の感覚ですね、見る感覚みたいなのを他の人間の感覚と交換したり、こう、まあ、持ってったりすることができる。もう一人遠藤さんという人がいて、で彼はもともとは二足歩行のロボットの研究者だったんですね。ある時彼の親友が、まあ、病気でですね、足を切断しなければいけないことになりました。遠藤さんはその時に、二足歩行のロボットを自分は研究しているのに、歩けなくなった自分の友人に何もしてあげれないということに気がついて愕然としたんです。義足の研究に研究領域を変えました。いろいろなタイプの義足を作ってるんですが、非常にシンボリックなチャレンジで、義足で 200m 走であるとかハードルであるとか、そういうランナーのサポートをしたいという競技用の義足を作ってます。
で彼が本当に目指しているのはその義足を作った人の競技の世界記録が健常者の世界記録を超えるということなんです。これかなりその発想の転換にこうなってくると思います。人それぞれがやりたいことがあってものすごいそれが多様化していってそれぞれの幸せを追求していけるような社会になればいいなと思ってます。人間の能力の拡張をするという研究の中で一つの大きなテーマにクリエイティビティの問題があります。クリエイティビティよく使われる言葉ですけどこれの本質は一体何なのか、人間はどうしてクリエイティブになっていくのか、またテクノロジーでどうやってクリエイティビティをサポートしていくことができるか、でこれが我々の研究の大きなテーマになっています。クリエイティビティというのは突然現れるものではなくって今までの経験とか今までの知識に基づいて今までなかった組み合わせ誰も考えなかった組み合わせというものでクリエイティブなものが作られるということから始まります。ビットレ・ロレット教授はそれをちゃんと数学化してシステムとして定式化するということをやっているわけですね。He was saying the creativity is being new, but the other hand, I mean, being useful. 古谷さん、彼は実はコンサートピアニストで自分でコンサートも開いたりしたことがある人なんですけど、今度はその音楽と神経科学の融合領域、神経の伝達とかですね、動きを全部すごく細かく精密に記憶してエクソスケルトンって我々呼ぶんですけど、音楽を弾いたりまたはそのトップレベルのピアニストの指の動きを自分で感覚としてフィードバックを得られてもっと上手になるとかですね、そういう研究をまあしています。より素敵な音楽があふれる世界を作りたいなといつも思ってます。演奏家としていつも頭の中でいろんな音楽が流れてるんですけども、それを生み出せないんですね。だからその生み出すお手伝いをするのが科学のできることなので、それはいろんな音楽を生み出す可能性を広げてくれると考えています。地球環境の問題であるとか人間の能力拡張の問題とお話ししてきたんですけど、我々が解こうとしている問題って非常に複雑なんですね。でそのために我々は越境し行動する研究所というモットーを掲げています。お金とか人がたくさんいればいいってもんじゃなくって、一人の人間世の中変えることできるんですよ。本当に世の中変えるようなアイディアと行動が始まればそれを一緒にやろうという仲間必ず出てきますから、世の中を変えていく流れを作る、そこの最初の流れを作るところをサポートするのがソニー CSL の役割かなというふうに思います。